皆さんこんにちは。12時になりました。本日も平日毎日ライブ配信、ご視聴ありがとうございます。本日は9回目、今日のテーマはこちら、京商北道の国群をご紹介します。まずはいつもの通り場所の確認から始めます。まず京商北道はこちら薄紫のエリア、京商北道キョンサンプット、こちらのエリアになります。そして国群はどこにあるかというと、こちら、はい、このオレンジの部分、こちらになります。場所としては京商北道の中央部の方に位置していますね。そして、すぐ南にはテグに接しています。そして今日おすすめするスポット、まず一つはこちらです。ハンバンマウルという村があります。こちらの村の始まりは新羅時代に本蘭という村美がこの地域に移住して、プゲ本氏の一族が住むようになったことが始まりだと言われています。この村の特徴は見えますか？この石垣が特徴なんですが、塀の大部分が石垣で囲まれている美しい村という特徴があります。この石は1930年代の大洪水で流れてきた石を使って作られているそうです。伝統家屋、ちょっとあんまり見えないですけど、こっちの方に伝統家屋がたくさんあって、その家屋との調和が美しくて、ここの村に訪れる人も多いそうです。そしてこの村には他にも有形文化財に指定されている国テリュリテチョンなどもあるので、ぜひこういったところもご覧いただければと思います。この建物は朝鮮時代前期に建てられましたが、文禄慶長の役で焼失し、その後1632年に再建されたそうです。そして国といえばもう一つ注目なのがこちらだと思います。国宝の国三尊石窟です。一般的には第二石窟庵、慶州の石窟庵との第二石窟庵とも呼ばれていますが、削ったような崖の中に洞窟が掘られているような形にできています。はい、この洞窟の中にはちょっと見えますか、こういった感じになってるんですけど、洞窟の中には阿弥陀仏と、あと菩薩が計3体このように穏やかなお顔でいらっしゃいます。で、洞窟は地上20メートルの高さにあるんですね。だから結構遠いというか高いところにあるんですが、入り口は幅が 4.25 メートル、長さが 4.3 メートルある洞窟なんだそうです。はい、1960年代に発見されて、中国唐の様式で作られた新羅時代の石窟だということです。私が見に行った時はこの上は登れず、この下から見たんですが、下から見るとすごく小さいのかなと思うんですが、実際は結構4メートルあるので結構大きいですね。はい、とても貴重なものなので、国に行った際はぜひご覧いただければと思います。それでは本日もこちらで終了とします。明日はちょっとトンガラ王子研修のためいないので、明日はお休みさせていただきます。で、水曜日またお昼12時にお会いしたいと思います。水曜日お会いしましょう。本日もありがとうございました。